ったんですけれども、そんな官民連携といいますか、地元との連携がそのピンチを前へ進めていく力になるということも私経験をしてまいりました。今度はそれを兵庫県のレベルで、そして兵庫県はもっとね広くて多様ですから、県内でももっと連携していく、地域ごとにつながりを深めることでさらにパワーアップしていくということもできますので、可能性がどれだけ広がっているかということを感じると、もちろん大変な改革は必要ですけれども、私ワクワクもしています。皆さんとこうやって多くの地域の魅力を改めて認識して、若い人たちとそれを共有して、この町の可能性を感じながら県政を進めていきたいと思っております。どうぞ皆様のお力添えよろしくお願いいたします。しっかりと頑張ってまいります。ありがとうございます。